新秀を見たテッドからのジキジキの指名により、テッド黙黙ファンクラブの代表に就任しました。小島春田さんです。テッドス日本語機会版プレミア上映会、お二人の舞台卒になります。よろしくお願いします。 ではまずはテッド2の日本語吹き替え版を見終わったばかりのお客様に、はい、はい、お二人からご挨拶をいただきたいと思います。はい、では有吉さんからお願いします。はいえー、お疲れ様でした。どうだったんでしょうかね。えーえー、吹き替えでえ、面白,面白かったですか。ありがとうございます。大丈夫、危ない人じゃないんですよね。大丈夫でしょあのー、あの吹き替えをやってましたね。ちょっと照れくさいような。 え気持ちいいですけども、あのぜひ皆さん字幕の方が面白いんで、またもう一回字幕でぜひご覧になってください。はい。どうもありがとうございます。<laughs> では続きまして小島春奈さんです。はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。小島春奈です。私はテッドモフモフファンクラブの代表として皆さんの代表としてテッドを応援していきたいなと思っています。よろしくお願いします。 よろしくお願いしますちなみにお二人、今日清掃でね、はい、特に有吉さんが、はいね、僕はもう慣れないタキシーとえ来てますけど小島さんの胸元が結構エグいですよ <laughs> エグいっていこといことなってまするでもね、すごい、はい、やっぱり切れてらっしゃいますよねそうですね、なんか今日もまたちょっと仕上げてきましたね、はい、エッセってそうです、今日に合わせて仕上げてきましたねえ、良かったですよはい、あ。 とにかくもう村元えぐいですよえぐいって言い方しないでおられますから小島さん有吉さんがねタキシードなんでなかなかね今回テッドっぽいねやっぱりそうですねあのテッドが来てたいいシーンで来てたあのタキシードみたいでちょっとドキッとしますそうですするわけないでしょう。はいしっかじゃないねあと今日はですねお気づきになれたかと思いますお二人のためにそちらちょっとご覧ください皆さん見えますか モフモフカーペットをはい用意させていただいて、うん、ここを歩いてずつとプレミアム上映会に入場していただいたわけなんです。はい、ちょっとですもんね。<laughs> 何,メ何メートル？はい。よさ、ええ、ありがとうございます。予算の都合で。でいす。いかがでした？モフモフのカーペット、うん、なかなか歩くことない,とい。モフモフっていう感じもなくねなんかね非常に河川なんでしょうね。化学繊維でできてるんでしょうね。すごく滑りやす滑りそうで怖かったですよ、はいええ。もうちょっと毛足の長いやつだったらいいんですけど。 結構中途半端にね。そうでしたね。ねねはい。でも今日こだわって、そこのほらポイントもちゃんと、うんはいね、あ、なんかいろいろ、はい。これもすごい滑りますよ <laughs>、えー。映画滑らなきゃいいんですけどね。大丈夫です。<laughs> そうですね。はい、<laughs> 今すごい開始のコメントで、ちょっと感動しましたけれども <laughs>。ちなみに、皆さんには、日本語機械版を見ていただいたわけなんですよ。はい、でお二人ちょっと、見ての感想を伺いたいと思うんですけれども、うん、有吉さん、いかがでしたか。はい。 あのーはい、相変わらずくだらない映画でしもれた満載で、えー、なかなか、あのー、大変ですよね、アメリカンジョークも笑えたり笑えなかったりで、ね、なかなか難しいですけども、ね <laughs> えー、楽しい映画、今回結構,結構感動する場面もあって、ねね、結構面白かったですよだ笑えるだけじゃないっていうね、はいはい、え小島さんは何かお気に入りのシーンとかひどい言葉が多すぎてあのびっくりしたんですけど。あのテッドが 泣くシーンがあったじゃないですか、うん、そこがすごいギャップですごく感動しました本当に見ましたか <laughs> 見ました、うん、ありがとうございますそこは有吉さん何かこう思い入れがあって、はい、結構いろいろ、うん、吹き替えの時に思い入れがいろいろ強くやったりとかあったんですか、うんはい、いや思い入れも何もねもう本当に監督に怒られながらただただもうやってるだけですからねもう本当に辛くて泣いてるぐらいですからね <laughs> 感情移入も何もないですけどね はい、一生懸命やりました。でも、ちょっとご覧ください。今日お客様、はい、ほら、女性の多いこと多いことでございますよ。よ、ね、結構やっぱりエロい女性多いんですね。俺 <laughs> の映画を見るってなかなか。<laughs> ね、はい。え、皆さんやっぱりテッドがお好きでいらっしゃって。 <laughs> 一名 <laughs> 一人結構あのねあのペットのファンの女性はシャイな方が多いんですかね <laughs> そんなことはないと思いますけどね <laughs> 絶対シャイではないと思いますけど <laughs> でも結構ペット皆さん持ってきてほらいただいて本当、はあ、だあ,あいいですね有吉さんのファンっていうね方もいらっしゃるのかなと、うん、あれ さっきのおじさんじゃないですか <laughs> 僕ののファンはささっきのおじさんん人なんですかでもどうです、うん、テッドの最初のね前作の時も女子高生、女子大生にも人気で今回もこれだけ女性の方々がたくさんテッドに興味深く切ってくださってるわけなので、うんうん、お二人から思う女性になぜこのテッドが受けるのかモテ、うん、る秘訣みたいなのはどんなところだと思います なんですか。なんですかね。多分内容とかじゃなくて、ただクマ好きですよ。女性はみんな。クマって時点で。もう、確かにね。うん。フェディベアってもう世界的に人気だしね。そうね。本当にね。ええ。ええ。ええ。テッドの人気の秘密ですか。なんでですかね。まあ、でも、まあ、いわゆるギャップとか。なんですか。 ギャップとか言っとけばいいんですかね。<laughs> はい、まあでもそうじゃないですか。すね、なかなか結構こんな外見でね、やっぱり本当に、ね、スケベですしね、うんあ、結構ハードですからね。